さあ姫様、今回も今回とて冒険を続けていきますぞ。さっさと起きてください。ウェイクアップ、姫様ウェイクアップ。はい、というわけで今回も今回とてストームビル城の攻略の方を進めていくわけなんですけども、まずですね、このお城の方でやることというと、まずロジェールさんに会うことと、あとサナギたちですね、サナギたちの形見の回収ですね。まあそのあたりをね忘れずにやりつつ、ゴストークさんですね、ゴストークさんのねイベントの方も後々ネフィルルーさんのねイベントの方にかかってきますから、大事ですね、忘れないように。まあ何はともあれね、忘れないうちロジエールさんと会いつつ、サナギたちの形見を回収しに行きましょうかね。あとそうか、使用時ですね。そう、使用時の方も一応様子を見に行きますかね。そう、なんかね、小耳に挟んだんですけども、海外のですねエルデンリング考察班の考えによりますと、なんか DLC の方で使用時ですか、あれ関係のイベントが出てくる可能性が大きいそうです。そう、なんかねそういう話を聞きました。楽しみですね。ね、まあ、使用時ね、ちょっと待ってくださいよ、これいかいで使用時ね、ほんと、なんかこのエルデンリングだとね、本編の方だと、名前はたくさん出てくるのにね、名前とかたくさん出てくるし、あっちこっちでね、使用時のね、なんかその痕跡見られるのにね、なんか全然出てこなかったからね、そういう意味でも DLC の方が楽しみで仕方がない今日この頃でございますね。やっぱりつい見ちゃうんですよ、そういうなんか考察系動画とかね。考察系動画とかね、ついつい見ちゃうんですよね。ね、そういうねものを見ながらいろいろと期待を膨らませていきたいところですね。まあ、というわけで、まあとりあえずガンガンお城の中を進んでいきましょうか。よし、ここですね。ここ苦手なんだよな。この小部屋の中は苦手なんですけどね、行くしかないですね。あとなんか最近ね、またこれも聞いた話なんですけど、なんかこのストーンビル城の方でね、なんか死ぬとなんかルーンが奪われるって、それ初めて知ったんですけど最近。怖いんですが、頑張れ姫様、頑張れ姫様だったらやれるはず。やばい、やばっ、強いが、もうちょっと強すぎない。ちょっと待ってください、これちょっとピンチなのでは。とオッケー、はい、オッケー。やっぱり盾苦手だな。やっぱり盾苦手ですね。やっぱりいつもスタイルでローリングスタイルで参った方がやっぱり効率はいいかな。で、この上か。で、ここから継ぎ木の王子ですね。継ぎ木、何が、嘘、姫様、マジか。9周目の世界で初の死に方がこれか。足を滑らせた。マジか。ちょっと姫様、ちょっと足元注意でございますよ。さて、ここはまあ安全策で参りますぞ。いいですね、やっぱり祈祷を覚えといて正解でしたね。そう、このさ、イカ寿司の槍がさ、めちゃくちゃ汎用性高いんですよ。そうね、めちゃくちゃお気に入りです。なのでね、DLC の方でも新しい祈祷とかね、魔法が増えていたら嬉しいかなと思うんですが、ここですね。で、この下なんですけれども、確か降りて大丈夫だったはず。はい、大丈夫。はい、姫様、ナイスランディング。ということで、ロジェール君、会いに来たよ、ロジェール君。で、ここでロジェール君とのイベントが始まるんですね。まあとはいってもね、別にここでね会わなくてもロジェール君イベントは進むんですけどね。まあ一応ね会っといた方がいいかなと思いますね。で、ここの先ですね、この先に、確かこの先、こっちですよね。あ、こっちですね。で、ここに継ぎ木の貴公子がいるんですけれども、とりあえずこいつをぶっ飛ばしまして、イエイ。さて、ここに来るのな、久々だからな。で、こっから確かね、サナギたちの最後の場所に行けるはず。あ、ここですね。そう、ここでした。で、下にワンちゃんたちがいるので、こういう時は、姫様のヒップドロップ、ゴールデンヒップドロップが大事ですね。というわけで、方角、よーし、ファイヤー、オッケー、しまった、一匹逃した。
姫様、姫様頑張って、姫様。ちょっとそいつ、やっかい。こいつ本当大嫌い。かいて。外した。はい、けー、なんとかだった。よし、なんとかだった。あっぶら。そして、これですね。サナギたちの形見。これをゲットして、これを、ローデリカさんの方に渡すと、ローデリカさんのイベントが進むんですね。で、まあ、ついでに来たので、接ぎ木の貴公子ともやっておきますか。まあ、さっき死んじゃったからね、なんかちょっとね、ゴストークの方にルーンを、なんか盗まれてるっぽいので、少しでもね、ルーンの回収をしたいところ。クレイ！あれ、結構タフいな。結構タフですね。こんなにタフだったっけ？いてやばい、結構ダメージだけ。あれ、こんな強かったっけ？接ぎ木の貴公子。やばい、やばい、ちょっとやばいよ。アタック！さてさて、ちょっと油断するとちょっとまずいか？いてガーッ！ちょっと姫様頑張って。ちょっと思ったより強く、え、こんな強かったっけ？勝った、硬いな。いいですよ、姫様頑張って。落ち着いていけばなんてことはない。敵のハッツ、はい、オッケー。はい、姫様お見事でございます。姫様ちょっと油断したけどなんとかなりましたね。危ない危ない。で、ここでロジェールさんです。ロジェールさんのメッセージがあるわけですね。まあ、とりあえずはね、まあ、とりあえず使用時の方の様子を見に行きますか。ほんと DLC でね、出てきてほしいんですよね。全然ね、使用時の話ほんと出てこなかったからね、本編の方だとね。なのでね、ミキラの謎がね、解かれると同時にね、使用時の謎もね、なんか解明されるといいですね。これちょっと怖いから撮んのやめてこ。さてさてさて、あー、ここか。それこんなとこあったな。あ、そうか、呪霊か。呪霊が出てくるんでしたっけね。まあ、呪霊だったら、まあ、別に装備は変えなくていいかな。このまま行きますか。とりあえず、バイクの流雷、ドーからの、さ、では、姫様、行きますぞ。っていうか、別に流雷使わなくてもよかったな。どうせ、炎のエンチャントやるしな。で、あー、マジだ、マジだった。ちょっと、危ない、姫様、姫様、危ない。さてさて、行きますぞ。どうし、姫様、ヤマトナデシコ、どうし、からの、結構いいダメージ入りますね。いてからの、姫様頑張って、ここです。ガー、姫様、姫様頑張って、姫様、姫様頑張って。そんなに苦戦する相手ではありませんよ。あ、ちょっとやばい、ちょっとやばい。姫様倒し、ヤマトナデシコ倒し、ガー、来た。間に合わなかった、おのれ。ちょっとちょっと、姫様、そんなに苦戦する相手ではございませんよ。マジか、ちょっと待ってくださいよ。危ないからの、ここ、よし、これも押し切る、押し切る、はい、オッケー。なんとかあった、大丈夫、大丈夫です、ね、よし、ね、ちゃんとね、ちゃんと集中すれば大丈夫なんですよ。とちゃんとちゃんと集中してもらって、姫様。まあこんな感じかな。よし、ではいよいよ、いよいよ使用時のかさぶたですね。合奏ですか、合奏の方とご対面なんですけどね。なんでこんなところにね、こんな使用時の顔があるのかとかね、深き根の底にある本体とね、なんでこんね、違ってね、なんでこんな時にあるのかとか、そういったところがね、ちょっと語られると楽しいかなと思います、 DLC の方でね。というわけで、ローデリカさん持ってきてよ。ローデリカさん、皆さんの形見を持ってきましたよ。そういえばローデリカさんの朝礼、 DLC の土地でもできるんですかね。 DLC の方とかでもね、円卓の方と直結でなんかファストトラベルとかあるんですかね。ないと困るんですけども、ちょっと私ローデリカさんのね方で朝礼していただきたいんですけど、それとも別のね、何か NPC が出てくるのかもしれませんけどね。まあ事前情報だと、ね、その DLC の新しい土地でもなんかファストトラベルでいつでもね、狭間の地に帰ってこれるなんてね、あの説明がありましたからね。まあ DLC の土地でも、まあ大円卓の方にね、大祝福か、大祝福の方にね、すぐ帰れるのかもしれませんね。というわけで、これでローデリカさんが円卓の方に赴いてくださるんですね。よし、まあ別に装備は変えなくていいかな。
このままでいいでしょうね。そこまで苦戦するような相手ではありませんしね。よし、では姫様、このまま普段着でね、このまま普段着で次期のゴードリックの方を攻略していきたいと思います。うっす、はい、姫様頑張って、姫様頑張って。よし、それではイーン。さあ参りますぞ姫様、参りますぞね。まあね、某ずんだもんさんのね、まあ言葉を借りるならね、自分をデミゴッドと思っている一般デミゴッドくんです。はいね、次期のゴドリックね、うん、まあこの人の双子の弟の方でしたっけ、あの風浪の方にいる方ね、うん、まああっちの方はね、まあそうですね、マップ自体もそこまで、うん、広くないから、まあそれなりに強いなって思うんですけどね。さすがにな、こっちの方は結構ね、うん、戦える場所広いからね、まあなんとでもなってしまうわけですかね。ただし結構ね、私個人としてはデザイン好きなんですよね、次期のゴドリックね、この辺りね、このクソでかいね斧といい ね、この辺りね結構好きなんですけど、デザイン的にはすごく優れてると思います。まあこのエルデンリングをね始めた人が一番最初に出会うデミゴッドでしょうからね、そう、一番最初のデミゴッドとしてはね、すごく優れたキャラクターデザインかなと思いますね。いいと思います。というわけで行きますぞ姫様、行きますぞ。でまたしてもしまった、バイクの竜でまた使っちゃった。まあいいや、どうか、ちょっと姫様、何やってらっしゃるんですか、ちょっと勘弁してもらって、どう、あ、しまったからの、どう、やってみる、炎を使わなくていいな、はい、すまっ、嘘でしょ、ガー、こんな一般で見事にやられた、ちょっと姫様これはかっこ悪い、ちょっと一般で見事にやられたぞ姫様、ちょっと、はい、というわけでさっきはちょっと手違いがございましてね、はい、というわけで今回はちょっとね、ナメプはせずに普通にやっていきたいと思います。はい、というわけで今回はですね、あのトレーラーの方にあったバルグラム君と同じような装備でいきたいと思います。はい、トレーラー再現、トレーラー再現でございますよ。さあ姫様、今度こそ油断せずに普通にやりましょう、普通にね、集中、集中でございます。はい、いいですよ、からのドーンで、さあどっち、どっち、そっち、ここ、いいですよ、オッケー、まずは半分まで行きましたね。あー、これ間に合うかな、間に合いました、ギリギリ間に合ったか。よし、まあここまでサクッと来ましたね。そう、これですよ、これ本当はこれなんですよね、普通にやればこんなもんですね。そう、まあまだ序盤ですからね、まあ多少のナメクはいいかなとは思ったんですけど、まさかあんなに瞬殺されると。油断大敵でございましたな姫様。というか今回はね、倒しきりたいところではございますな。ここで次期のゴドリックは竜を継ぐんですね。ただですね、これもやっぱりあの海外の考察班の考えなんですけども、なんかこの次期の能力っていうのもなんかね、あのルツボとかなんかそっちの方向の名残らしいです。そう、ね、でそのルツボの話とかね、なんかその新しい DLC の地の方でなんか説明があるそうなんで楽しみですね。というわけでいきます、さあ行くぞ、 OK、 はい、勝った、はい、勝ちましたね、これですよ、これちょっと本気出した、もうこんなものですね、うん、ノーダメージかな、はい、ノーダメージでフィニッシュでございます、姫様ノーダメージでフィニッシュでございます、はい、本気を出したらこんなもんでございますの。というふうに言っておけばさっきのね瞬殺撃はなかったことになんないかなっていうね。はい、これでゴードリック撃破ですね。さてで、ここで一回休んで、あれですね、なんですか、ゴストークか、ゴストークをちょっとね呼び出しておかないとダメなんですね、うん、でここで一回休むと、ここでねゴストークが現れますので、でゴストークの方でフラグを立てておかないと、後々ねネフェリルーさんのイベントが進まんこともあるそうですね。でここでもう一回かな、もう一回話しかけておいた、
そうですね、これですね、自由だですね。で、これでフラグが立ったのかな。よし、うん、OK ですね。よし、ではそうですね、じゃあここでゴストークさんのフラグのイベントを立てたので、で、あとはこの先にあるシャブリリのブドウですね。シャブリリのブドウを手に入れつつ、ハイタさんですか、ハイタさんの方に渡して、で、クリビールートですね、そちらの方のイベントを進めます。で、メリナ生存ルートなんですけども、このね、クリビールートをね、ある程度進めておかないとね、いけないので、まあ重要ですね。そう、メリナさんを生存させるためにはね、ここでシャブリリのブドウをゲットしておくことが大事なんですが、これですね。 OK。 で、あとはこの外で待っているハイタさんにこれを渡すだけですね。というわけで、はい、毎回毎回この絶景が待っているわけです。ほんとここの景色マジ好きなんですよね、私ね。なんかほんとエルデンリングっていう感じがして、ね、ほんと好きなんですよ、ここの光景。毎回なんか見ちゃいますね。これ見えるとこ全部行けるんですよ。そう、見えるとこ全部行けるっていうね、ほんとオープンワールドとしてはね、ほんといいですよね。ここほんと好きね。まあということで、なとりあえずハイタさん、ハイタさん、シャブリリのブドウ持ってきましたよ、持ってきましたよ。で、この後、この先のリエニエの方でさらに2つですね、2つのシャブリリのブドウを渡した後、あとはバイクですね、バイクからもらえるブドウの方を渡せば、それで OK ですね。あとは、ローデイルの地下で会うだけですね。